10人候補者を立てなきゃいけない。10人を全国比例全部で出すとしたら1人当たり600万円6000万円必要。これ数は変えることできますけれども、基本的に入場料だけでもそれだけかかるということをいろいろ考えていくと、皆さんからいただいていくご寄付どれぐらいまでならなきゃチャレンジできないのかって話をしたいと思います。ちなみに4月の10日に旗揚げをして3日前までの時点で1億5000万円集まっております。さっきのページにもう一回戻ってもらっていいですか。ありがとうございます。はい、もしですね衆参ダブル選挙になった場合には10億円いります。どなたか10億円持ってないですか。10億円持った化粧品会社ご存知の方いらっしゃいませんか。そういう方もいらっしゃらない、わかりました。で、参議院選で最大限の調整をする場合には5億円必要です。そして参議院で10人の候補者を擁立する場合には3億円、結構なお金でしょ。これはもう大政党が政治なんて挑戦するなんて100年早いっていうようなハードルを設けてるわけですね。で、まあこのようなことで一体どうやってお金集めていくんだってことをもっと簡単に説明したいと思います。みんなで多くの人数でこの金額割ってったら安くつきますよっていうことをやりたいと思います。はい、まず1人1万円っていう寄付の場合、1人1万円いただいた場合10万人で10億円、結構なんか軽くなりませんか。1人1万円の場合5万人で5億円、1人1万円の場合3万人で3億円。でも1万円っつったらハードル高いですよね。なのでハードル下げていきます。1人1000円の場合1000円、1人1000円の場合100万人で10億円、50万人で5億円、30万人で3億円。もうちょっとハードル下げますね。1人500円の場合、1人500円200万人で10億円、200万人10億円、100万人で5億円、60万人で3億円。500円まで下がったらちょっと肩の荷降りたって感じしません。そんなことないですか。なんとか500円だったら200万人の方からいただければ10億円集まると、ね、最初10億って聞いた時無理無理と思いましたよね。でも500円でも200万人でシェアすれば10億円集まるんだって話なんですね。でもそもそも200万人の方からお金もらえるかってことですよね。でも200万人の方々から500円もらえない状態だったら選挙には勝てないんです。どうしてか、山本太郎が例えば全国比例、参議院の全国比例から1人受からそうと思ったとしても100万票以上いるんですよ。って考えたらこれ私と蓮池さんでも200万票以上いるんですよ。って考えたらこれ1人500円で10億円ぐらい集められる状況じゃなきゃこれ無理ですよね、普通に考えて。そういう話なんです。もう一度お聞きします。お金持ちはいませんか。ありがとうございます。お金持ちいらっしゃいませんか。大丈夫です。みんなでシェアしませんかって話です。あなたのできる範囲で、そしてお金が全てではございません。ここまでお金の話してるそんなこと言い出すんかってことですけど、お金が出せないって人問題ございません。ぜひボランティアでお力をお貸しくださればと思います。ありがとうございます。非常に大きな意味を持ちますボランティアのお仕事もということです。長時間にわたってこの場をお借りして山本太郎長々と喋らせていただきました。でこれですね、喋り終わった後というよりもこの後すぐに写真をツーショット写真を撮らせていただこうかなと思うんです。でお前と写真撮って誰が得するんだっていうようなですね、素敵なツッコミは家帰ってからにしてもらえますか。すいません、とりあえず撮ってみる、撮っておくってことで、でその撮った写真は勝手にも SNS とか上げていただいて結構です。今日は新潟駅前に変な生き物が長時間喋っていた山本太郎というらしい、そういうことでも結構でございます。あなたと友達の間で家族の間で政治の話を始めるその入り口になればというふうに思っております。でツーショット写真撮ってる暇がないって方もいらっしゃると思います。そんな方はですね、どうか好きな角度から勝手に撮ってください。問題ございません。ほぼ肖像権ございませんのでそこら辺は自由にしていただいて結構でございます。ちなみに先頭はどちらにいたしますか。ありがとうございます。はい、この赤い棒を持った男性が先頭で、どちら側に行きましょうか。こう行っていこう。なるほど、この字に行くんですね。わかりました。そういうことでよろしくお願いいたします。本当に長時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。